This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンルンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。タイ政府観光庁はソンクラン祭りによる観光で180億バーツの収入を見込んでいます。政府は航空券の価格高騰への対策を検討しています。輸出向け果物の品質管理が強化されています。裁判所はコンピューター犯罪に違反したウェブサイトへ閉鎖命令を出しました。それではまず、はじめのニュースです。タイ政府観光庁はソンクラン祭りによる観光で180億バーツの収入を見込んでいます。タイ政府観光庁はソンクラン祭りの期間中にタイを旅行するタイ人や外国人観光客から180億バーツの観光収入を見込んでいます。タイ政府観光庁によりますと、今年のソンクラン祭りは新型コロナ対策の規制措置の緩和や撤廃に伴い、気分の高揚も手伝って帰省や行楽の人出がコロナ禍前を上回り、観光収入が185億バーツ余りに上る見通しです。ユタサック長官によりますと、タイの新年を祝うソンクラン祭りはタイ人の国内旅行回数380万回、外国人観光客の旅行回数は30万回に上ると予想しています。今年のソンクラン祭りのハイライトは、バンコク都内ソイチュラロンコン5で4月13日から15日にかけ開催される国際イベントアメージングスプラッシュ2023です。またタイ政府観光庁は4月13日から16日にかけて全国でもウォーターフェスティバル2023のイベントを開催する予定です。バンコクとのワットポー、ワットアルン、ワットラカンなどの寺院では伝統的なソンクランの行事が行われるほか、ショッピングモールでも大きなイベントが行われます。チェンマイ県、ウドンタニー県、プーケット県、サムットプラガン県では4月21日から23日にかけソンクランのイベントが開催されます。ソンクラン祭り期間中、タイ政府観光庁は観光警察と提携し、国内外からの観光客の安全確保に努めていきます。ユタサック長官は、コロナ禍で3年余りにわたって我慢を強いられていたことから、今年のソンクラン祭りは多くの人が帰省するものと予想されるとしています。タイ政府観光庁によりますと、ソンクラン祭りの観光収入のうち国内旅行に関するものは2019年の国内旅行回数330万回に伴う116億バーツに対し、今年は381万回に伴い135億バーツに達する見通しです。次のニュースです。政府は航空券の価格高騰への対策を検討しています。アティラット副運輸大臣によりますと、運輸省はプラユット首相に対し、コロナの感染状況が落ち着きつつあり、コロナ後の需要増による航空券価格の高騰に対処するための対策実施の進捗状況と今後の対策について報告したことを明らかにしました。会議では運輸省は、タイ民間航空局が提案した地上職員の増員、特定規則の緩和、航空会社にインセンティブを与えること、航空会社が国内の人気のない場所へのフライト運航を支援するための
補助金政策の実施などを含むいくつかの計画を発表しました。アティラット副運輸大臣によりますと、これらの戦略を聞いたプラユット首相は、できるだけ早くこの問題に対処するため、これらの計画を進めるよう関係者に指示しました。プラユット首相はタイ民間航空局に国内航空券の価格を注意深く監視するよう命じ、特に休日に高額な航空券を購入しないよう、前もって旅行の計画を立てるよう国民にも協力を呼びかけています。次のニュースです。輸出向け果物の品質管理が強化されています。商務省海外貿易局によりますと、今年のタイの果物生産は前の年を 3% 上回る678万トンに上ると予想されていますが、海外貿易局では22に及ぶ措置を講じて、タイ産果物の品質向上に努めています。海外貿易局の渡良作局長は、予想されている今年の果物収穫量の増加は、昨年末から今年初めにかけ気温が比較的低かったことによるとしています。果物の品質管理に関しては、農業局との間でとりわけドリアンなど輸出向け果物の品質の維持向上に向けた厳しい対策の実施を協議していると語っています。このほか海外貿易局では、今年中に12万箇所以上の果樹園に GAP 農業生産工程管理の登録をしてもらうことを目指しています。農業生産工程管理とは、農産物などの食品の安全を確保し、より良い農業経営を実現するために、農業生産において食品安全だけではなく、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取り組みとなっています。次のニュースです。裁判所はコンピューター犯罪に違反したウェブサイトへ閉鎖命令を出しました。タイの政府機関からタイ人5500万人の個人情報を盗み取ったと主張する人物が、4月5日までに金銭が提供されなければ個人情報を公開するとした事件で、刑事裁判所はデジタル経済社会省の要請により、ウェブサイトブリーチフォーラムがコンピューター犯罪法に違反しているとして閉鎖命令を出しました。発表によりますと、裁判所はウェブサイトの内容が詐欺的であり、一般市民や国に損害を与える可能性があり、コンピューター犯罪法に違反していると判断しました。報道によりますと、個人データが売買されていたとされるウェブサイトで、タイ人5500万人の名前、住所、生年月日、ID カード番号、電話番号などの個人情報を手に入れたなどとされたものです。チャイ・ウィット、デジタル経済社会大臣は、タイ国民の個人データは内務省に保管されているが、内務省からの情報漏洩はないと指摘しています。チャイウッド大臣は、警察が近くナインニアーと称するこのハッカーの身元を特定するとの見方を示しています。チャイウッドデジタル経済社会大臣によりますと、警察は現在容疑者を特定できているものの、これらのデータがどの政府機関から流出したかを特定することはまだできていないと述べています。大臣は、ハッカーは政府の信頼を失墜させ、抜け穴があることを指摘することを意図しており、実際に脅してお金を稼ごうとしたわけではないとの見方を示しています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。タイ政府観光庁はソンクラン祭りによる観光で180億バーツの収入を見込んでいます。政府は航空券の価格高騰への対策を検討しています。輸出向け果物の品質管理が強化されています。裁判所はコンピューター犯罪法に違反したウェブサイトへ閉鎖命令を出しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。
Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.